どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンのトインクルードやっていきたいと思います。さてここから今後どうするか、しばらくはイジと考察の時間になりそうで、今二酸化炭素が絶対的に足りなくて、で二酸化炭素を出すためにはこれ天然ガス出すのすごくない？汚染水と土、土ね。でも土って余ってるわけじゃないんでしょ。116トン、これにどれぐらい使うの？肥料、これ土なんじゃないの使うのって。土減ってはいないのか、これで作ってるから。どうなんだろうな。そう考えると汚染水余ってるから、で肥料は足りなくなってきてるでしょ。まあ、バランスを見ながら調整して、おっと、何気なく見たけど意外と今後の方針が早く決まるか。待ってよく考えよう。今後大変なことになるからな。この食材のところみたいになんか適当に掘ったら後々すごいことになるからな。いや、これも足りないと思うんだよな、正直。どうなの？足りなそうじゃない？もっとあってもいいと思うんだよな、肥料置けば。この先に作る、どうせここ使ってないんだよな。もう先生混ざっちゃってるし。まあ、貫通させてもいいかなって気はするよ。もう空いてるからな。よし、ちょっとここの 5.5 トン。これ粘土って何？粘土って何に使うの？固体セラミック。建築素材。まあ、よくわかんないよ。7.6 トン、10トン。多分トン単位であるから、多分これ1回でどれぐらい入れてるの？そんなに入れてないわけでしょ？ということは、まず土の場所を増やそうか。どういく？どういくのがベスト？これをつなげるだけでいいかな、多分。よし。で、この電気を見つつ、電気が分かる日がいつかく。水素発電機生産過剰。過剰、でも過剰の割にはさ、過剰ってことはだってバッテリーがいっぱいになるわけでしょ。いまいちこれが分かんないよな。謎だな。まあいいや、各地の怪しい動きがないか、こういうのね。こういうのね。
考え考え体温体温考え、まあ一応入れとこうか。でできれば人数を増やしたいんだよな。まあでも1個ずつだね、多分気づいたところ1個ずつあっちもこっちも手つけたら多分また収集がつかなくなるから、できたことを1個ずつ丁寧にしよう。考え体温考え体温考え、ん？なんだこれ。考え、この辺は考えか、悪くないの。で、一回止めて、最近ね、止めるっていうのをね、ためらってる。ダメだね。止めることも大事。電気がない。酸素もない。なぜ？なぜ？このエアライン。ああ、ここの水がないから。ああ、ただそれだけか。まあ、そこはそのうち動き出すと考えて。できたね、これ準備。これ何？酸素なんでこんなところに落ちてるの？不思議。とりあえず、どれが多いんだ？一番多い資源で作りたい。これが多いのか。これはしご壊さないでおこうと思ったけどダメだな。結構みっちりきっちりやっといた方がいいな。よしと。これがうまくもしいけば、まあどこで作るかは後で考えるとして、汚染水、はい、湿気ね。あれ来なかったな。もうこれか。あれちょっと待って、湿気どこ。あれ見当たらない。まだ来てないだけのようで。でこれをむくるとか一応出すか。贅沢は言ってられない生活だからな。贅沢は敵だからな。ひんやりパン。食材の置く場所も結構厳しくなってきてるんだよな。正直危ない。これ何入れてるの。あ、でも食用全部入るから大丈夫か。それでここに堆肥置き場をまず作り、これ何入れようとしてたの。
ああ、土か。向こうにあれしてたからね。それ何、すごい嫌な気分だけど、それちょっときれいにしようか。よし、これで誰、え、なんでそんなことになっちゃったの、どうして、すごくまずいけどそれ。待って、どうしたら助かる。これで登ってこれるだろう。急ぐんだ。これ間に合わないんじゃない？あ、間に合わないわ。うっそー。ちょっと待って、マリーさんどんな人だった？待って、マリー何してる人？新しい人か。運搬と農業か。農業と運搬をやっていて、優先度的には農業と供給をやってるのね。はい、そうだよね、間に合わないよね。やったわ、油断してた。久しぶりにお墓を作ろう。いや、これ油断するとほんと危ないゲーム。どこに作ろう。ああ、ここに作ってるのか、お墓ね。あんまり行かないところの方がいいんだよね。ここでいいかな。作れるでしょ。はい、悲しい事件が起きましたが、めげずにやっていきたいと思います。次人で出てくるの分かってるよ。探したいと思います。それでは本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかめでした。アディオスアミーゴス。またね。